ママごと道具の写真ママごととは、幼児の遊びの一種。おママごとともいう。分類上は、ごっこ遊びの一種と考えられており、身の回り人間によって営まれる家庭を模した遊びである。参加する人を、お父さん、お母さん、赤ちゃん、ペットなどを家族に見立てた役を振り分ける。そして、家の炊事、食事、洗濯、買い物、接客等を模倣する。 主に女の子の遊びとされる。ままごとの、ままは、英語の、ままではなく、食事を意味する、飯から来ている。現在では、食事だけに限らず食事に至るまでの光景、食卓を中心とした、家庭生活一般を含めた模倣も、ままごとと呼ばれている。ままごと遊びの代表的な小道具として、安全面に配慮したプラスチックの包丁など、ままごとキッチンが挙げられる。 ただ、ごっこ遊びの常として、子供は身の回りの様々なものを生活用具に見立てたり、あるいは一般的な道具を家庭内から拝借して利用することもあり、前述の役割分担では、大人の使っている生活用具などもそのまま拝借してきて使われることもある。人形のような別の遊びも提供する玩具など、子供の想像力一貫では様々な物品が利用される。 情報技術の発展と普及により、ままごとも電子化されクッキングママに代表されるゲームの中の仮想的な家族と炊事などの真似事が行われる環境の変化が起きている。それによって友達と遊べない夜でも一人っ子でもままごとで遊べるようになった。当初、日本ではゲームによる体験は受け入れられなかったが、海外では大ヒットを記録した。ソフト開発元では、 欧米ではフランス料理など伝統的な料理を除けばファーストフードがかなり多いので元々食べ物や料理にはあまり関心がなかったために詳細な手順の真似を必要としなかったことと珍しい日本食と調理法への興味が喚起されたことが原因と分析しているこの事例から食文化の違いがままごとの密度にも影響を及ぼすことと ママごとが職域を担っていることが確認できる。ありがとうございます。